ヤクブ,ブラベツは、チェコプラハ出身の同国代表プロサッカー選手。アリス・テッサロニキ所属。ポジションは DF。地元クラブである AC スパルタプラハのアカデミーで育成されたが、2008年夏に退団。その後、同じくプラハに、本拠地を置く FK、ビクトリア・ジシコフと契約を結んだ。2009年5月30日の FC、ビクトリア・プルゼニ戦で、 若干16歳にして、プロデビューを飾った。2011年6月、かつてユース時代を過ごした AC スパルタプラハに移籍2016年8月31日、KRC ヘンクに移籍2019年7月1日、同年2月から期限付き移籍で加入していた FC、ビクトリアプルゼニに完全移籍2021年8月31日、 アリステッサャロニキに3年契約で移籍した。各年代でチェコ代表に選ばれている。2011年には U-19 代表の一員として UEFAU-19 欧州選手権に参加。決勝でスペイン代表に敗れたものの、準優勝の好成績を収めた。2016年3月29日、ソルナで行われたスウェーデン代表との親善試合で、 フル代表デビューを果たした。2019年11月10日 UEFA ユーロ2024戦のイングランド代表戦で同点ゴールとなる代表初ゴールを決めたスパルタプラハ。ありがとうございます。